しです。いやだよ、出たくないよ。どうぞ。いや、俺じゃダメよ。伊達が丼物食わないと上がんない。あれもね、ほんとに憎たらしくて。じゃあ、わかりました。長野チャンネルで、今度、富澤たけしリラックスの旅っていう企画を1年かけて。長野チャンネル登録お願いします。すいません。